皆さんこんにちは、アサギーノです。今日はなんとネイルをしてもらいに行ってきます。ジェルネイルなんやけど、2年前ぐらいからやったっきり全然やってなくて、もうテンションが上がっております。今はもう何もないノーマル爪なので、これを可愛くしてもらいます。ちょっと嬉しすぎて、いつもよりアップめに撮っております。どんなにしよう、どんなにしようかな。そうやな。今回はちょっと最近の流行りのホログラムを使ったネイルにしてみたいなと思います。ではお友達のお店なので許可を得て撮影させてもらいます。では皆さん、こうご期待。やってもらいました。可愛くなったよ。ただいみ、ではお披露目タイム。今回ホログラムをベースにしました。今流行ってるこのホログラム、フィルムみたいなやつ。中指はこのブルーの、でもホログラムが入ってて、こっちはいろんな色が入ってる、ちょっとポップな感じになっております。めっちゃ可愛い。もう何してる手も可愛くて愛おしく思えてくる。こうやって iPhone を触る自分の指がもう可愛くて可愛くて可愛くて、こう何するにしても目に入るからさ、手動かすたんびにさ、自分の手にうっとりしてしまう。お友達のゆかりさんって人にやってもらったんやけど、渋谷のドンキホーテの隣にあるところなんで、説明欄にリンク載せておきます。写真とか見せたらもうそのまんまの通りにやってくれるから。かわいいやろ。爪の長さは短いけど、なんかすごいボリューミーな感じで、自分の手がこんなに愛おしいと思ったことはありますか？親指は乳白色のマーブルにいろんな色を入れてます。ジェルネイルならではの爪のふっくらした感じがもう可愛くて、さ、見る角度によってさ、キラキラがいろんな色に見えて本当に綺麗。ホログラムとか最近流行ってるので、皆さんぜひ真似してください。ということで、今日はジェルネイルをやってきたっていう動画でした。グッドボタン、コメント、チャンネル登録待ってます。じゃあまた明日も見てください。バーイ。ご視聴どうもありがとうございました。パソコンでご覧の方は動画の左下のチャンネル登録ボタンをクリック。スマホでご覧の方は動画の右下のチャンネル登録ボタンをクリック。チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。また見てください。じゃあねー。